さあ誰を来てくるか、サンゼザキに対して。はい、5ブロックはラセン K とイロハスは、ラセン K の勝ち。ホタテですか、ホタテ。誰がホタテしたかも教えてください、株式会社三浦商事とイロハス、試合をやってください。さあ、波状空気審議3人目はタネ。さあ、ステージはハイフェンス、フルフェンスの正方形ステージ。さあ、お互いこの回戦からアッパー決まる。さあ、ディレイの出し切りが決まって、さあ、膝から三者ジャッキーがまず一本。さあ、ジャッキーでかいのが決まると乗ってきます。さあ、2ストライク、ジャッキーは2ストとコンボ。しかし、4方で暴れている。さあ、ビルジー暴れからの、しかし死にきらないところで、おっと危ないよ、ガードして確定を返していく。さあ、ジャッキー三軒茶屋追い詰めました。そう、経験からアップ暴れ。さあ、ブーム戦ではあまり見せなかったアッパー効果的に使ってます、ジャッキー三軒茶屋。さあ、ヘアン暴れ、暴れが決まっている。さあ、出し切ってしまい、コンボ確定だが死なない。タネがここは取り返していく。さあ、ジャッキーは勢いに乗りたくない、誰もがそう思ってるでしょう。投げが決まって、さあ、こちらも投げ。さあ、またハイヤー暴れ、よく決まる。さあ、食べ込んで、ちょっと残った、投げが決まる。さあ、追いついた。さあ、おしゃれになってきた。残る八問極真偽はジョセフとホームステイアキラ。さあ、どっちが出てくる。さあ、スタープレイヤー、ジョセフ。さあ、シティ、こちらも正方形ハイフェンス。さあ、開幕。さあ、矢子刺さる。さあ、もう一回刺さる。さあ、瀕死。しかし、ハイヤンここでも決まる。暴れにハイヤン決まっていきます。さあ、しかし、ジョゼフ、さあ、息もつかせぬ攻防が。ジャンプ蹴りが決まる。さあ、お黄色を潰していく。しかし、ジャッキー三軒茶屋、ここから壁を使いたいところだが、お黄蹴りを食らってしまう。ジョセフが先にリーチ。さあ、ミドルスピンが押されて投げが決まる。さあ、投げていく。さあ、経験から投げが決まる。さ
んでだっけ、警官、警官を効果的に使っています。しかしヤクホが刺さる。さあ先に追い詰められたのは最速 G 君と、仏のスラムサンドとヤフージャパンは仏のスラムサンドの勝利、1位抜けですね。じゃあ第1クォーターヤフージャパンと健康家族でお願いします。さあジョセフ VS ヤスキ、ヤスキは後がありません。さあコンボ決まって投げが決めていく、さばきから DI コンボしっかり決めて、ケイちゃん投げ決まらないがヒールジー暴れが入る。さあ追いついた、いやーラッシュハンマーで潰せない、DI が入ってさあ、リレーの出し切りから横投げ抜けている。さあ抜けている、さらに抜けている。さあヤツキが一本取り返す。今最もジャッキーで速い男ヤツキ。さあ平安決まる。さあビートの暴れから DI が決まって、ヤスキが先にリーチをかける。さあバックダッシュ CGK から投げていく、 DP のコンボをうまく使う。おっとバクサーを取って投げが決まる。さあ女性に追い詰められた、2ストライク。さあ大将戦、はい、第2兄弟は、津田沼とアーミーガールズ試合やってください。津田沼事変とアーミーガールズの試合、じゃんけんしてください。スラドマジヘッドアミガルズじゃんけんした。さあ大将戦見ましょう。ホームステイアキラ大一番です。ホームステイ VS ヤツキ。さあボガル、さあアッパーコンボ、さあ側面からおーっと投げていく。平ちゃんからピン投げ、いやーここでコンボが決まる。壁が絡んだ。さあジャンプからのコンボでPK、 ラッシュジャンプは打ち落とされる。さあヤコが下がって、ここも壁が絡んでしまう。残った。さあガードフォアスピンをガードされて、ホームステイアゲラが先にインチ。さあ、投げが決まって抜けている。こちら投げが決まる。さあ、よろけた、よろけた。さらにこれは決まった。残る。さあ、とヤスキが押し切る。取り返した。
さあ、やつきに流れ乗ったか、これ壁が決まって、さあ、エクセレントダブルマッチポイント、さあ、居合が入る、ジャッキー声が出てきた、エアコが刺さって、取り返していく、さあ、追い詰められてたヤツキ、太鼓が決まって、壁コンボ死なない、しかし、ホウセアキラのリボンが刺さって、八文極真儀、さあ、5対4、フルセット、八文極真儀が1位抜け、7ブロック。さあ、画面はアーミーガールズ VS 津田沼事変、先ほどアーミーガールズは1勝してます、津田沼事変は失敗してますので、これで津田沼が勝つと代表者戦に入りますね。はい、それでは3番筐体で、7ブロックのビートシーン、これどっち勝ちました、まだか、あ、まだやってる、まだやってるんで、ちょっと待ちましょう。さあ、画面はモンクチ VS 伊藤美優、元スタープレイヤー同士の対決です。さあ、青いチーム、ガチンコ合気道、まさかの1敗を喫してます。ファミレスの中心で 3P を叫ぶ2014が1位抜けですね。1ブロック、さあ、元スタープレイヤー対決、さあ、お互い動くのか、さあ、どうなる、追い詰めているのはモンクチ、さあ、プレイヤー歴はモンクチの方が長い、キャリアはモンクチの方が上です。はい、じゃあ、三兄弟、三兄弟で、はぐれ同盟 VS 最速ジークンドーに決定戦お願いします。はぐれ同盟と最速ジークンドー、じゃんけんしてください。わかんない、はい、5ブロック、三浦翔司といろはす、まだやってますか、スコアを教えてください、勝ったチーム来てください。あ、やってる、はい、3兄弟お願いしますね、最速陣君どうぞ、はぐれ、5番筐体やってますか、
おやつは300円までと超ガチンコ合気道やってくださいね。じゃんけんした5番兄弟、おやつは300円、超ガチンコ合気道対戦してください。さあ、元スタープレイヤー対決はハクリコンが勝ってます。伊藤優が、隔離コン改め伊藤美優さあ、コンボ決まる。さあ、未来はマリモ精神、いつもダークホース的なチームで組んでいますが、今回はベネスタチームということで、さあ、その上から決まる。コンボが決まって壁を絡んでいく。しかし天地でいなしていく。さあ下げてからのジャンプ蹴り、オンタイムっぽい。12時からだったらやっちゃう。オンタイムだな。12時半か。まあ、確かに。じゃあ終わってからします。終わってから抽選するから。
4体だけとかにしたほうがいいんだよ。まあじゃあそれじゃあやるなら4体だけ。いやもう結構湧くから、うん、4体いけるって。はい、時間的に奇跡的に前倒しに進んでいるので、5番、6番、7番、8番の筐体に関しましては試合が終わったところから一時的にロジアイダイを解放します。中盤が始まるまでロジアイダイ解放しますんで30分ぐらいですね。皆さん、振るって同時愛してください。まあ、その代わり、やめるときはすんなりやめてください。スライクナックアウトトライアルスペシャルスライクエリア。名前見ちゃった名前、石井さん、名前間違ってます。中盤のまだ終わってないです。ありがとうございます。はい、中盤のブロックまだ受付終わってないチーム、受付をお願いします。五湖将軍、インバ部屋、おっぱいが酸っぱい、ストーククラブ、芸旅団、アドベンチャーズ、中盤のチーム、エントリーまだのチームはエントリーお願いします。さあ、中盤のチームエントリーお願いしますね。さあ、アーミーガールズ VS 砂沼事変は、これは 3-3 でいい勝負と。あれ、4-4じゃないの？あれ、待ってるよ。これは3人目同士。さあ、鬼小町、柴花子が抜きましたね。さあ、シャークメネスター誰が残ってる？シャークと誰が残ってる？こっち未来怪物死んでるよ。あ、ピンか。あれだ、あれ？あー、クヤオヤが出た。さあ、シャークハンター、ベネッサチームのキーガンとなるキャラです、シャーク・ベネッサ。さあ、しかしここは鬼小町が押さえつけていく。さあ、下段が読み勝っていく。さあ、もう一回こっからまた読み勝って、エクセレント、単価が高いですよ、読み勝つと。
冷静に試合を進めていく。ここで首折り、さあ、ここも決まって、さあ、ハイキック決まって、シャークが先にリーチをかけていく。さあ、膝は空を、ヒッターはさあ、追い込まれて、よろけてから、さあ、追い詰められてきつい。さあ、鬼小町が優勢に行きながら 2-2 でセットポイント。しかし、こちらまたそれが決まって、壁コンボが入る。さあ、鬼小町優勢、出し切っていく。さあ、追い詰められた。さあ、シャークが千葉さなこに敗れる。さあ、残るはビン。さあ、ベレッサチーム、不安要素が多かったアミガールですが、追い込まれてきました。ここでアーミーガールズが負けてしまうと代表者戦になります。はい、中盤のまだエントリーをしてないチーム、インバベア、おっぱいが酸っぱい、アドベンチャーズ、この3チームは、エントリーを速やかに済ませてください。インバ、おっぱいが酸っぱい、アドベンチャーズ、エントリーお願いします。さあ、追い込まれたアミガーズ、さあ、ハイキック決まって取り返していく。草薙からの壁コンボ、さあ、首折り、さあ、取り返していく。ここ踏ん張りたいところ、ビンは。さあ、飛んできた。しかし、ダウン攻撃が取られる。さあ、出し切りからハイキックが入っていく。さあ、肩で検知対策。さあ、ラウン投げ抜ける。さあ、ここでビンが取り返して、あと2人ですね。Select mode. Score attack. Checkmate. Round one. Ready? Go! さあ、副賞で4人目、ケイアオイさん。